そして労働者がいいよいいよ解雇されなかったら給料安くても、それはおかしいでしょ。働いただけの給料よこせって戦うのが労働組合じゃないですか。でも今のままだと変わんないですよね、だけど労働者のために戦うのが労働組合でしょ。我が国社会主義国じゃないんだから。これやっぱ政府としてたり政策として何か後押しする方法とか、それは設備投資をやりやすく、法人税を少し上げましょう。だって利益上げた会社しか法人税取らないんだから、法人税で取られるぐらいだったら給料上げよ、法人税で取られるぐらいだったら設備投資上げよ、赤字で困ってるところから法人税取ったりしないからね、どうやったらばそういうお金を教育、設備投資、付加価値向上に使うかってことと、労働者もいろんな会社に行けていいじゃないですか、私たち終身雇用世代なんで、それは平から主任になり、係長になり、課長になり、でいつかは肘掛け付きの椅子に座りたいなみたいなのが夢だった。だけどもうそんな時代じゃないのであって、やっぱりスキルのある人はいろんなとこへ移っていくっていう、これいい悪いとか好き嫌いの問題じゃなくて、そういうような労働に変えていかないと労働市場は流動化しないですよね。解雇規制が厳しいので企業がなかなかその正社員を雇わないとか、そういうふうに言われてますけど、それについてはどう思われますか。私はね、正規非正規ってやめたいんです、それでも過渡期においては非正規の人でも社会保険の適用ができるようにしたいんです、やっぱりその非正規の正規化、だって今非正規の労働者が4割でしょ、給料6割でしょ、どうやって結婚できるんですかよ。でもそれって多分解雇規制が厳しいから、私はね、企業の経営者をやってた時代の方が長いんであれですけど、僕の頃は、僕は経営者っていうかたくさん人を雇ってた頃っていうのはあんまり、非正規労働そんなに多くなかったんですよね、20年ぐらい前なんで。それこそ本当受付の子ぐらいしか非正規の子って雇ってなく、受付ってもうね、そのスキル的に言うとそのまた本業とは全然違うところなんで、そういうところだけ非正規の人たち雇ってたんですけど、基本的には正規雇用なんですよね。でもやっぱ本当に必要だなと思う人以外って雇いづらいんですよ、でやっぱこう会社に居座って大した仕事しないのに給料だけをもらえますみたいな人もいるわけじゃないですか。だからそういった人たちを解雇しやすくなるようにしてもらわないと、逆に言うと雇いづらいんですよね。だからおそらく非正規の雇用ってめちゃくちゃ増えてるんだと思うんですよ。その要は雇用の調整弁じゃないですけど、特にその一般的なコア人材はもちろん違うんですけど、コア人材じゃない例えば総務とかそういったような、あとはその需要が季節変動するような製造業だったりとか、そういったところにその非正規雇用って多いじゃないですか、でもそれって一旦雇ったらやっぱりクビにできない、アメリカみたいに業績が好調でもじゃあ 10% リストラしますみたいな、将来に向けてみたいなこともするわけじゃないですか。だからどこまでドラスティックにやるかは別として、雇用のこう解雇規制の緩和なりなんなりっていうところは必要なんじゃないかなと思うんですが、ある程度ね、規制は緩和しなきゃいかんでしょうよ。ですけど、ね、今堀江さんがおっしゃるね、この会社にいて何も働かなくてって人もいないとは言わない、でもそういう人たち本当に何もできないのっていうとね、違うとこ行くとできちゃったりするわけですよね。で、私銀行の出身ですけど、でもそれが地方に行くと、だってサラリーマンの人生ってほとんど運じゃないですか、部長までしか行かなかったけど、地方に行ったらばバリバリできるぜみたいな人も間違いなくいるわけですよね。そっちの方が幸せだったりするし、やっぱりね、そういうような人材に対する投資あるいは機会を与えるいうことを目いっぱいやってるかというと、私はやってないような気がしますけどね。それってクビにしてその人自身がそっちを選ぶっていう方法もあると思うんですよ、なんでその終身雇用じゃなくなってる世の中に対して、なんでその終身雇用を守ろうとする制度をずっと維持し続けるのかな。流動性増やしたいなら絶対それは、そうなんですけどね、やっぱりね、解雇するとね、やっぱりこう裁判で負けちゃったりね、なんか冷たい会社だとか言われちゃったりするわけですよ。やっぱり経営者ってそういうの気にしますしね。だけど次の仕事に向けてリスキリングって横文字使うのも嫌だけど、再教育ってあるじゃないですか。
ぱりそういうものがさっきねデジタルの投資が日本は9万円でアメリカは52万円って申し上げましたよね、うん、そういう投資ができてないもの。まあでも最近補助金でねあのリースキリングの補助金って結構手厚く準備されてて、私あの AI 教える学校の授業やってるんでめちゃくちゃ活用させてもらってるんですが、あのよくはなってきてると思います、うん、そこにリースキリングに関して言うと国がかなり補助を出してる、うん、だからあの本来分かんないけど50万円かかるものがじゃあ自己負担10万円とか5万円ぐらいでできたりとかするような制度ってあるので、まあ、その辺はかなり僕は充実してきてるなと思いました、はい、でその、まあ、企業経営者として分かるのはもちろん一通りの、まあ、再教育なり配置転換なりするんですけど、まあ、それでもダメな人ってやっぱりいるんですよ。だからもうその人たちは結局塩漬けにするしかないんですけど、まあ、そういうところはいやうちは多分合ってないんじゃないのっていう最終的にはそういうふうな話にはなっちゃいますけどね、うん、もうもちろんその自分たちの負担の中でできることは一通りはやるんですが、ただその法人税の話って、まあ、もうちょっと制度改革をしてよりその企業が自主的に自分たちのお金で教育レベルを上げていく制度はもうちょっと追加で必要なのかなと思いました。そうですね、だから企業が内部留保を貯めたってしょうがないでしょ、配当だけ増えてもしょうがないでしょ、経営者だけ豊かになってもそれは消費が伸びないから、貧しいままに置いておくとなんか買おうかなっていうそういう気が起こらないじゃないですか。私は大事なのは消費が伸びていくことだと思う、安心して消費ができる世の中を作ることだと思っている。だけどだんだん物価が上がっていくよね、このまま物価が上がると早く買わないと損するよねみたいな人もいるが、物価が上がるんだったら使わないで貯めとかなきゃって人も同じぐらいいるのであって、物価が上がるから消費が伸びるっていうのは全面的に正しいと私は思ってなくて、将来医療年金介護こういう制度きちんとやりますよってことを示すことも大事だと思ってますよ。これから例えばその人口がね、その団塊の世代っていう一番その人口ボリュームが多い人たちが後期高齢者になって、それこそこれから見取られていくわけですけど、まあ、10年15年経つとその人口結構かなりの勢いで右肩下がりになってくるし、すごいですよ。まあ、逆に言うとその医療費今めちゃくちゃお金がかかっていて、医療とか介護にお金がかかってるんだけど、人口がドンって下がるとそこの部分も必要なくなるじゃないですか。だからそこまで悲観することはないのかなとは思ってるんですよね、そこに関して言うと、うん、でむしろ医者とか余っちゃうんじゃないかなと僕は逆に危惧をしていて、うん、まあ、もうちょっと予防とかそういったところにシフトしていくべきなんじゃないかなと思うんですよね。その通りです、はい、だからね、今歯医者さんの数ってコンビニより多いんですよね、うん、歯医者さん潰れちゃったみたいなのが出始めましたよ。だからお医者さんが足りないから元お医者さん作ろうって言うとまた同じことが起こるかもしれない、うん、お医者さんは足りないんじゃない、あちこちに偏在してるんだ、うん、そしてまた病院のお医者さんと開業医のお医者さんと違う世界に生きてますからね、うん、医療ってどうあるべきなんだろうか、偏在はどうしたら是正できるんだろうかってことを考えた時に、うん、やっぱり保険医療を受ける権利って国民持ってるじゃないですか、うん、東京のど真ん中だろうが中山間地だろうが、ちゃんとした医療にかかる権利って国民持ってるはずですよ。だとしたらそれを実現するのは政治の役割じゃないですか、うん、この地域にお医者さんこれぐらいねと。で今うちの鳥取県って移住者多いんですよ。あ、そうなんです。20代30代の人が多いんですよ、うん、それなぜかっていうと人口あたりの小児科産婦人科のお医者さんの数が1位だから。それなんでそんなになってるんですか。うん、これはやっぱり努力したんでしょうね、うんうん、あと鳥取大学医学部が頑張ったんでしょうね、はい、あ、そうなんですね、うん、でそうするとあ、子育てしやすいよね、あ、なるほど、赤ちゃん産みやすいよねってことで来るわけですよ、うんうんうん、じゃあなんで人口減るんだって言われると、うんうん、出生率全国第10位なんだけど、うん、やっぱり東京行きたいよねって若いお嬢さんいっぱいいるから、うんうん、やっぱり地元帰ると、うん、役割いっぱいあるのね、うん、町内会の仕事とか PTA の仕事とかママさんバレーとか下手すると
選挙の演説会に行かされちゃったりなんかして地方を帰るといろんな役割が女性には降ってくるわけですよ、まあ、男性も降ってくるけどね。だからそういう若い女性にしてみると、いや地方に仕事がないわけじゃないと、魅力的な男の人がいないわけじゃないと、だけど女性に負担がいっぱいかかるのが地方だよねっていう、そういうとこありませんか。いやまあ最近行かないかわかんないですけど、まあ、当事者じゃないんでわかんないですけど、あるんでしょうね。私ね、女性の方に聞いてみると、いや地方はね景色も綺麗、食べ物も美味しい、人情も豊かだ、でもねてんてんてんみたいな方結構いますよ。それはどう変えればいいんですか。これはね社会変えるしかないんだけど、例えばねお祭りあるじゃないですか、はい、私たちの田舎でもあるよね、そこで料理作るのは婦人会の仕事だみたいなことになっとるわけですよ、うん、男の人たちは座敷で飲めや歌え、でも女性は台所でいろんなもの一生懸命美味しいもの食べてもらいたいなって作ってる。男が作ったらいいじゃないですか料理、はい、ね、いいんじゃないですか。で男性の家事分担率って、はい、日本先進国最低ですから、はいはい、掃除洗濯炊事子育て、うん、それは男性が女性に代わってできることいっぱいあるじゃないですか、うんうん、人のこと言いたい義理じゃ全くないけど、うん、そういうことによって女性が地方に帰っても生き生き暮らせる社会って、その気になったら作れるでしょ。確かに都内の方がこう男女の家事負担とかはよりなんか男女間は平等なイメージはありますね、うんうん、あるでしょ。ありますね。だから町内会とかないからね。町内会とか絶対行きたくないもん。町内会行きたくない、行きたくないです。だってやることないしって思っちゃいます。選挙の演説会行きたくない。絶対行きたくないです。来てよ。はい、ということで他のテーマもぜひ聞いていきたいんですけど、はい、これ外交とですね安全保障についてもお話を伺っていきたいと思います。石破さん防衛大臣もお務めになって専門領域だと思うんですが、こんな発言もされております。安全保障の観点でですね、在日米軍基地の管理権を持つべきというですね、お話ですとか、現在の自衛隊を、国防軍に改めるべきというこれ書籍からなんですけども、まあ、こういったお話もされているんですけれども、在日米軍基地っていうのはいつまで続くんですか。これ日米安全保障条約が存在をして、はい、アメリカが在日米軍基地に価値を見出している限りは続きます。うん、結構すごいですよね。全国各地にあって、だって基地を置くのは日本の義務ですもん。はいはいはい、日本が置かせてあげるよっつって置いてるわけじゃないからね、はい、条約で決まってること。条約で決まってる、はい、だってお前何日本がやられたらアメリカ助けに行くんだよ、アメリカやっても日本助けに来ないのね、おかしいじゃないか。いいえ、おかしくありません。北海道から沖縄までどこでも好きなところに基地を置きください。これが日米でしょ。まあそういうふうに決まってるわけですよ。世界の中でそんな国日本だけですからね。うん、そうなんですね。そうですよ。ドイツとか違うの。それはもうだって入れるか入れないかドイツの主権です、うん、ぶっちゃけ助けに来てくれるんですかアメリカって。利益になるなら助けに来ます。